ありがとうございました。いや、いい家だね。やっぱり実際にモデルハウスを見学してみてよかったよね、母さん。ええ、私たちの希望通りですね。検討のほどよろしくお願いいたします。あ、そうさせてもらうよ。北部警察だ。アシストホーム調べさせてもらうぞ。先輩、大丈夫ですか？人たちが。何ですか？徹底的に調べろ。これは団長。どうした？ SOD リキッド工法であります。 SOD リキッド工法。内装材から放射される遠赤外線がマイナスイオンを生成し化学物質を分解、常に空気を浄化する SOD リキッド工法か。はい、アシストホームでは新築時に化学物質濃度測定を行って数値で確認していますので安心です。シックラーズの心配なしってわけだ。団長、どうした？ウイルス防配管システムであります。ウイルス防配管システム、世界16カ国で飲料水配管としての水質安全基準をクリアした、あの伝説のサビない水道管だ。はい、アシストホームでは腐食の心配がなく50年以上もの耐久性を維持するウイルス防配管システムを採用しています。なるほど、いつでもクリーンな水が飲めるってわけだ。団長、どうした？24時間経過換気システムであります。24時間経過換気システム。生活で発生する汚染物質や水蒸気など古い空気を排出し、常に新鮮な空気を保ち続ける、あの24時間計画換気システムだ。はい、アシストホームでは高均一住宅に必要な換気量として1時間に建物の半分の容量の空気の入れ替えを保証しています。なるほど、ハウスダストやアレルギーにも安心ってわけだ。団長、どうしたよ。セントラルヒーティングシステムであります。おお、セントラルヒーティングシステムオンラインで、ボイラーから温水を流し、輻射熱と自然対流で暖房する、健康空気を巻き起こさない自然暖房、セントラルヒーティングシステム、ザ・ゾーライオーマイガッチ。はい、アシストホームの高気密高断熱住宅は
外気を遮断できるので少ないエネルギーで家全体を温めることができます。なるほど、省エネでクリーンな暖房ってわけだ。団長、バリアフリーであります。バリアフリー。いかに段差のないグラッドフロアバリアフリーか。はい、アシストホームでは階段、玄関、浴槽には標準で手すりを装備しています。必要に応じたプランニングを行いますのでご相談ください。なるほど、お年寄りや車椅子の方にも安心ってわけだ。団長、異常なしであります。よし、アシストホーム合格だ。おだろう、この人たちは。